ガイアナ。ガイアナ共和国、ガイアナ共、ウアー国、通称ガイアナは、南アメリカ北東部に位置する共和制国家で、イギリス連邦加盟国の一つ。東にスリナム、西にベネズエラ、南にブラジルと接し、北はカリブ海、大西洋に面する。首都はジョージタウンである。ガイアナは、南アメリカで3番目に小さい国であり、 ベネズエラとはゲンガやナ領のグアヤナ遺跡場をめぐって、イギリス領時代の十九世紀から領土問題を抱えている。ラテンアメリカよりもカリブ海諸国と文化的に近く南アメリカ大陸で唯一英語が公用語の国でもある。国名のガイアナの由来は、現地の人々、アラワク系インディヘナの言葉で、豊かな水の地の意味。年に発行した。 現行憲法に明記された英語による公式国名は CO アプラティビリプブリックオブガイアナ日本語を分けするとガイアナ共同共和国となる1970年2月23日当時首相であったは共同組合制度を基礎にした社会主義政策を推進するとして国名に共同が加えたガイアナ共同共和国の成立を宣言したしかし現在は リパブリック・オブ・ガイアナが正式名称として使用される。通称、ガイアナ。日本の外務省が採用している日本語表記はガイアナ共和国。通称、ガイアナ。植民地時代はギアナと呼ばれていたが、ガイアナはその英語読みである。漢字表記は、ケアナ。ヨーロッパ人の来航以前において、現在のガイアナに相当する地域には、アラワク人、カリブ人、 などが住んででおり、マニオクの栽培や、狩猟、巨で生計を立てていた。1498年にヨーロッパ人として初めてクリストファー・コロンブスがト来し1499年にはとアメリコベスプッチが上陸したその後この地に黄金鏡が存在するとのエルドラード伝説が信じられるとスペイン人とポルトガル人の手が及ばなかったこの地はワイルド コーストと呼ばれ、イギリス人の活動の場になり、ウォルター・ローリー教の植民団が1595年、1616 16年とやってきたが、イギリス人の入植運動は失敗した。1598年には、オランダ人が来航し、大きな川の合流地点に公益所を建設し、1621年以降、当時、1500年から1815年北東部を支配していた。 オランダ西インド会社の管轄下に入った。17世紀から18世紀に、オランダが3つの植民地、エセキボ、デメララ、バービスを設立した。ナポレオン戦争による変遷を経て、1814年からイギリスの植民地となり、オランダ3植民地は1831年に統合され、イギリス領ギアナとなり、オランダ人の町だった、スタブルークは、 イギリスをジョージ三世の名前からジョージタウンと改名されてイギリス領ギアナの首都になった。1834年に奴隷制度が廃止されると佐藤工場の労働力としてまず年期奉公人としてイングランド人、アイルランド人、マルタ人、ドイツ人、マデーラ諸島からのポルトガル人などが導入されたが、やがてインド人が導入され、 約34万人のインドパキスタン経営移民が1838年の1917年までに流入した。彼らは主に黒人奴隷廃止後の農園労働者となった。1860年代に金が発見されて一時景気が上昇したこともあった。1899年に憲法を改正するとベネズエラと国境紛争が発生し、この時以来、 ベネズエラはグアヤナ遺跡はの 159.500km の領土を要求している。1917年にイギリス領インド政府によりインド人移民が禁止されたが、1928年にはイギリスの直轄植民地となり、女性参政権も認められた。また、稲作を行っていたインド系市民は都市に出て地位を向上し、 1953年の初の総選挙でインドパキスタイ系のチェディ・ジェイガンが率いる PPP が勝利した。PPP は、レーニン主義、スターリン主義を標榜しており、ガイアナの社会主義化を恐れたイギリスは1953年10月に4隻の軍艦と1600名の兵士を派遣し、ガイアナ憲法を停止させ、暫定政府による統治が開始された。 ガイアナの民衆の独立運動はこれを機に盛んになったが、一方で内部対立も激化し始めた。1955年にアフリカ系弁護士のが PNC を結成し、人民進歩党から分裂した。PPP は求進主義的な政策を掲げ、インドパキスタン系の支持を受けていたのに、大使 PNC は恩恵主義的であり、黒人系の支持を得ていた。 1961年8月の選挙では PPP が勝利し、9月5日には J ガンが首相となった。J ガンは社会主義的な政策をさらに推し進め、佐藤産業の統制化を図ろうとしていたが、佐藤産業の労働者の多くを占めていたアフリカ系の反発を受けた。1962年4月5日にはゼネストが宣言され、それとともに、 ジョージタウンの焼き打ちに短発した暴動が全国に広がった。政府はこれを制圧することができず、イギリス政府の力を借りざるを得なくなった。1964年12月の選挙で PNC が白人の利益を代表する統一勢力アップと連立し、政権を掌握した。ジェーガンはこの選挙が無効であると主張し、退陣を拒否していたが、 憲法改正によってその地位を追われた。首相に就任したバーナムは貿易サイトを国有化し、電気、通信、流通などのインフラも国家に統制されるようになった。1966年5月26日に、イギリス連邦王国の一国として独立し、バーナムが引き続き首相となった。社会主義の建設を目指したバーナムは、1970年2月23日に、 共和制以降を宣言し、ガイアナ共同共和国と国名を変更した。中国系のアーサーチュンが初代大統領となったが、イギリス連邦には残留した。独立後も、黒人勢力を代表する人民国民会議とインドパキスタン系で、マルクスレーニン主義の人民進歩党との間で、人種的対立が続き、政情不安が続いた。1978年には、 ガイアナの密林奥地にジョーンズタウンと名付け、移住していたアメリカのキリスト教系の新宗教団体、人民寺院、ピープル・エステンプルによる集団自殺事件が発生し、教祖チム・ジョーンズとジョーンズの家族及び信者を含めた914人が集団自殺した。1980年には大統領の権力の強化を盛り込んだ新憲法が制定され、 バーナムが大統領となったが、経済の悪化は収まらなかった。1985年に、バーナムが母子、副大統領のが大統領に就任した。ホイは、バーナム以来の社会主義政策を転換し、新自由主義政策を取り入れた。1992年10月には、国際監視団のモニタリング下での総選挙で、人民進歩党が勝利し、 人民進歩党の代表であった植民地時代の元首相、ジェーガンが大統領に就任した。ジェーガン大統領は新自由主義政策を継承したが効果を出せないままに1997年に母子、ジェギの妻でもあるジャネット・ジェーガンが大統領に就任した。1999年8月、ジェーガン大統領の辞任に伴いバラット・ジャグデを増が憲法上の規定により、 大統領に就任した。2011年にが大統領になり、2015年にデビッド・グレンジャーに変わった。政体は大統領制である。大統領は国家元首であり、直接選挙ではなく各党の候補者名簿より選出される。行政は政府が立法はガイアナ国民議会が担当する。司法は行政、立法から独立している。 行政府は大統領が指揮し、首相、大臣は大統領が任命する。憲法は1980年10月6日に施行された。議会は定員65名の一員制であり、53名は比例代表による選出、12名が各州議会より選出される。歴史的には選挙の度に暴動などが起きていたが、2006年の国政選挙は、 初の平和的な選挙となった。カリブ共同体の本部が置かれ、南米諸国連合に加盟している。2015年5月11日に行われた総選挙で国民統一のためのパートナーシップ及び変化のための同盟、アプルー AFC が勝利し、23年ぶりの政権交代が実現した。5月16日には、軍出身のデイビッド・グレンジャーが大統領に就任し、 グレンジャーはアプヌー AFC の首相に任命した。新内閣は5月20日に発足した。ガイアナ国防軍、ガイアナディフェンスフォース、GDF は独立前の1965年に創設され、現在に至る。総員1100人でイギリス連邦カリブ海諸国の軍隊の訓練を受け入れている。また、ガイアナ国内のみならず、バハマのニュープロビデンス島に、 海軍、沿岸警備隊の基地を設けている。ガイアナは、十の州、リージョンに分かれている。また、十州には27の県がある。バリマワイ2州、クユニマザール2州、ポメローンスペナーム州、ポタロシパル2州、アッパータクトゥアッパー、エセキボ州、エセキボ諸島、西で、メララ州の6州は、エセキボ地域とばれ、この 159.500km に領土を、 ベネズエラは要求している。ギアナ地方に属し、ギアナはインディヘナの言葉で、水の多い土地という意味である。ガイアナの地形は広大な熱帯雨林がいくつもの川や、小川や滝によって隔てられることが特徴的で、ポッタロ川のカエトゥール滝が特筆される。ガイアナは四つの自然地域に区分される。狭く肥沃で、沼地の多い平地、沿岸低地には、 人口の大部分が居住しており、より内陸の白砂地帯、砂丘と限度の地域には、鉱物交渉があり、深い熱帯雨林、森林高地地域が、国土の中心を占め、南部は広大な内陸高地と、平坦な砂ナ、内陸砂ナで、多くの山々がブラジルとの国境を形成している。主要な山々は、パカライマ山脈にあり、アヤンガナ山、2 4 2メートル、 ロライマ山、2810メートル、ガイアナ最高墳は、ブラジルガイアナベネスエラ3カ国の国境が交わるところにある。アーサー・コナン・ドイルの1912年の小説、失われた世界は、ガイアナのロライマ山とガイアナのテープイから発想を得たと言われている。また、ガイアナは、非常に生物多様性に富んだ国である。多くの急斜面や滝があり、 カイエトゥールだけもまたその一つである。ルププニ川とブラジル国境の間にはルププニザバナがあり、その南にはカヌク山地がある。多くの川があり、エセキボ川、デメララ川、バービス川の三つの主要河川が西から東に流れている。コレンティン川はツリナムとの国境にもなっている。エセキボ川の河口にはいくつかの大きな島があり、北東海岸に 長さ1 4 5トルに及ぶ貝殻砂浜がある。ガイアナはウミガメ、オモニオサガメと他の野生動物の繁殖地である。ケッペンの気候区分では、熱帯雨林気候の AF で、5月から7月の半ばと11月から1月の半ばまで雨季であり、8月から12月にかけて弱い寒気となる。掃じて厚く湿っているが、大西洋から吹き込む。 貿易風の影響で沿岸部は過ごしやすい。また、年間を通じて、降雨量が多い。主要産業は、農業で、米、砂糖、ラム酒、工業は、貿易サイトや金などを生産する。砂糖は、輸出額の28%を占め、外世古社が、多くの労働者を抱える。豊かな木材資源も有望であるとされる。漁業は、エビが欧州へ輸出される。 工業ではアルコア、旧やリオティントなど、木材では韓国、マレーシアゴーベンなど外資が参入している。昔盛んだったゴム園は衰退した。第7代大統領ジャグデオの時代に8億ドルに上る対外債務の削減に成功した。2007年に付加価値税を導入し、徴税の効率化につながった。しかし、技術者の不足やインフラ整備の遅れが克服すべき。 課題である。2007年の GDP は推定30億ドル、パーキャピタは4000ドル。2006年の輸出額6億ドルに対し、製品、機械、石油など7億ドルの輸入となっている。首都ジョージタウンに、チェディジェーガン国際空港、ティメーリ国際空港がある。自動車の通行区分は、日本と同じ左側通行である。南アメリカでは他に、隣国のスリナムと、 英領フォークランド諸島が左側通行を採用している。現在のガイアナの国民は非常に多様な人種的背景から構成されており、国民の人種的背景はヨーロッパ人の到達以前から居住していたインディヘナに加え、ヨーロッパ、特にイギリス、オランダ、ポルトガル、アフリカ、中国、インド、中東など多岐に及んでいる。これらの多様な国民は 英語とクレオール語を共通語としている。住民は2002年には、陰境が43.5%で最も多く、黒人が30.2%と続き、3番目に多いのが、混血者の16.7%、インディフェナは4番目の9.2%となっている。最も少ないグループは、白人、ポルトガル人を含むで0.06%、約476人。 家人は0.19%、約1375人である。国民の0.01%、約112人は、種族的背景が不明である。人口の90%は、大西洋側の海岸低地に集中している。公用語は英語である。英語に加えて、アラワク語、アカワヨ語、ワイ,イコール、ワイ語、マクシ語などのインディヘナの言語や、ガイアナクレオール語、 ヒンディー語、ウルデ語なども使われる。2002年のセンサスによると、ガイアナの宗教の分類は、ヒンドゥー教が28.4%、プロテスタントが16.9%、カトリックが8.1%、イスラム教が7.2%、イギリス国教会が6.9%、セブンスデー・アドベンチスト教会が5%、その他のキリスト教が20.5%、 無宗教が4.3%、ラスタファリアンが0.5%、バハーイー教が0.1%、その他の宗教が2.2%である。ヒンドゥー教は1800年代初頭にやってきたインド人が持ち込み、イスラム教はアフリカ系ガイアナ人、インド系ガイアナ人、アラブ系ガイアナ人によって信仰されている。ガイアナのキリスト教徒はプロテスタント、カトリックを問わず、 すべての人種によって構成されている。ガイアナはスリナム、ブラジル、フツリョウギアナと共に南アメリカでスペイン語圏ではない4つの国のうちの1つである。ガイアナの文化はカリブ海の英語圏諸国と非常に似通っており、ガイアナはカリブ諸国に参入することを承認され、カリコム、カリブ共同体の原価名国である。英国領だった19世紀に、 現地人が英国に習い始めた郵便制度で4セントと1セント切手が発行された。しかし郵便を利用する者はほとんどいなく、利用者はわずか8名のみと記録されている。その郵便で発行された切手も4セント8枚、即達料金用の1セント1枚のみが使用され、残った切手はすべて焼却処分されたとされている。原損1枚の1セント切手は最近まで米、 大手科学会社のデュポンの相続人が所有していたが、2014年6月17日、ニューヨークのサザビーズオークションにて出品され、約950万ドル、約9億7000万円で落とされた。サッカーでは、南米サッカー連盟ではなく、北、中米カリブ海、サッカー連盟に属している。イギリスの植民地だったので、クリケットが盛んであり、西インド諸国、 クリケットチームに属している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。